ボンジョルノあっちゃんです。ああ、英語歌いで、ああ、英語歌いで、それちゃうわ、血圧測ってそれ飲みましょう、はい、今日ちょっとね、眠たいわ、ここ最近ずっと眠たいね、なんでやろうな。それはね、貧血と金血です。135-77-63、はい、あ、携帯、あれ、あ、何の声だ、よっしゃ、135-77-63、完了。だいぶね、まあまあ低いところで落ち着いてきたね。あ、はあ、よかった。ああ、今日もね、ちょっとね、貧血と金血、これちょっと実はね、今日の動画のネタにかか、ネタっていうか、豆腐ネタにかかってんねんけどもね、何かっていうとね、昨日ちょっとね、あまりにもちょっと、生活がやばいというか、新年で、人生初の、ね、ハロワに行ってきました。ちょっとこの前ね、別件でハロワ行ったよね。あっちゃんじゃないけど、子供がね、ハロワにちょっと覗きに行ったんよ。で、その時に一緒にあっちゃんついて行ってね、あっちゃんも仕事探そうかな。ハロワちょろっと行って、探しとってんけど、やっぱこの年になって、ね、ハロワでね、求人見とってんけど、いいとこがなくってね。で、なんかね、仕事をしないと、金欠で、ちょっとしんどいんでね。まあ、仕事するにもちょっと、条件的にね、合うところがなくって、どうしたもんかなって悩んどっていただきます。ふと考えとって、昔やった仕事やったらできるし、昔あった仕事でもしようかなって。で、まあ、オイル仕入れて売るっていうのもありやけども、仕入れて売ったらまた、仕入れと販売の差益は儲かるけども、まあ、仕入れが出てくるでしょ。で、それもあるしなと思って。で、ねけど、仕入れやんと今のところでもまして、それがまた落ち着いてきたらオイル販売してもいいかなって思ったりもするんやけどね。まあ、いろいろ考えとって、実はね、あっちゃん昔やったらスロットカーって言って、イギリスからね、イギリスとかドイツから、ミニカ、まあ、トミカの大きなミニカーっていうね、ミニカーみたいなね、を、レールの上をね、電気を流して、プラスとマイナスのところで、握ったら、コントローラーに、まあ、日本でいうビッグレーシングって言われてね、スロットカー言って、こう溝を走るレースカーがあるんだよ。こうギューって握ったりしたら、電圧、抵抗が変わって、電圧が変わって車が速く走っていく、減速して曲がる、加速するでタイムを競うゲームやねんけど、それがね、ヨーロッパではすごい盛んやねん。ヨーロッパでそれ知らん子供はいてないぐらいの子供の絵を持ちやねんけど、もう普通にスロットカー専門店とかサーキットがあんのね、ヨーロッパで。それをね、日本で流行らすと思って約20年ぐらい前に持って帰ったんよね、こっちに。それをね、結構、あーちゃん何年持ってんねんけど、それのね、秘蔵コレクション、まあーちゃん昔お見せしてたんよ、それとかの。それの秘蔵コレクションが、なんだよ、あれやろ。多分1000台以上あると思うよね。
全部でね、500万分ぐらい仕入れた。あのね、それをもうね、今売ったら多分ブームを去って、ブーム作ろうと思って何人かでね、ブーム作ったらと思って、奈良のサーキットやってたんよ。一時期ちょいブームが来て、JJ クラブって言って、100円で15分遊べるところにもコースがあったしね。ね、奈良のカフェにもあったし、で、大阪、東大阪にもあったし、結構いろんなところにサーキットがあったんよ。でも、あんまり定着せへんかった。今でも、東京とかにまだあるよ。で、それの視察で、東京まで行ったこともあんねん。で、そこで話聞いて、業務用コース、うちで作ろうかな、って、100何十万ぐらい。で、自分で作れんことないのね。木の板、軸装で溝掘って、そこに銅板貼っていって、銅テープか、ね、銅板テープが。それ貼っていって、電気流したら走るコース作れんことはないのよ。で、そんなん作ってやろうかなと思っててんけども、ちょっとね、会社の方で、あっちゃんがもう会社辞めることになったんで、できんくなって。まあ、奈良の宇陀っていう土地柄もあるけどね。そこで飲食店の許可取って、お酒を提供できて、まあ、スロットカーバーみたいなのをしたかったんや、ちょっと街で。でもてんけど、そんなんで仕入れてたんやけどね、それがね、500万本ぐらい仕入れたやつがね、まあ今売ったら多分全部売って、100万、200万ぐらいしかならんと思うけどね、ブーム去ってるから。でも、まあレアなんがあるよ。一時期1台10万ぐらいしてたやつとかもあるしね。ちなみにそれをね、売ろうかなと思って、ちょっとコレクションだから何台か持ってきたんだけどね。うん、まあ、ちなみにね、今日2台持ってきたんやけど、今日って昨日、よいしょ、昨日ちょっと用事でね、桜井下ったついでに、ハロワに行って、これちなみにね、ルノーサンクターゴやんやけど、11,500円でうちで売ってたのよ。これとか、ランチャラリーね、ランチャラリー、これが8,400円。消費税5%やからね、8000円と400円、11,500円も、消費税込みで11,500円ね。これがね、どんなのかっていうと、まあ、こんなね、すごいリアルな、32分の1っていうスケールですっごいリアルやね。ちゃんとエンジンとかもモールドされてて、で、これがね、もうコレクター材、ちょっとアンテナ見てもらった、コレクターズアイテムって言って、これは何年に出たんかな、十何年前に出た僕やねんけど、限定品でね、一回出るともう二度と出えへん。その年間に何台か、その発売して何台か作ったら終わりっていうやつやねんけど、こうやって展示しとくだけでも十分、すんごいリアルでしょ。これがね、モーターついて走るんよ。まっさらです。サラピンです。ほら、モーターがついてて、ここに磁石がついて、磁石の位置を前にやると、ちょっとオーバーステアって滑るのね。後ろにすると、きっちり溝でレールが走るよね。で、この磁石取ったらね、もうめちゃくちゃお尻が来る。で、これが終電の、ここで電気を集めるのね。で、こっちとこっちでプラスマイナスになって、で、これがね、曲がるんよ、ここ。ってことは、走っとったら、こう、走ったら、こう、お尻がこう踏んで、だからコーナーで、この溝が、こっち向いて溝こう曲がったら、こう曲がるんよね。でもこれをこう曲がった時に車がこう振られていくんです。ドリフトしていくんです。ギューってこんな感じで、ね、そういう動きがする、なかなか面白いね、おもちゃでね。でこれをね、これ1台8000円なんて安いと思うよ。でももう今ブームの時はね、これ1台ほんまプレミアついて1台何万とかになったりしてたんよね。特にそのレアな車種なんかやったらとか、限定品のメーカーなんかが出してるやつなんかやったら、かなりね、値段になってたね。で、これをね、このネジで、台座につけとくんやけど、どこだ？これがね、すごいリアルで、でこれ80、
ランチャー037のラリーモンテカルロ1983年にモンテカルロラリー出た時のモルド、このヘッドランプとフォグランプのこの数とかね、このマルティーニのカラーゼッケン1番とかね、これはその時のスポンサーデカールも全部入ったって、すごいリアルな、飾っとくだけでも十分いいね、こういうラリーカーやねんけど、ね、これをねスロットカーとして販売してたのよ。でこれがね商品として在庫があったから、これをね売ってもええので、だからこれを売る商売を、とりあえずこれを1年ぐらい、1年かけたかな、100全部で200万ぐらいやから、まあ200万ぐらいだったら1年ぐらいか。で仕入れ自体はもう十何年前の仕入れやからね、まあ、あれなんでネジ締まれになったんや、まあ、ジャンク扱いでもええねんけど、これを商品として売るっていうのもありかなと思ってね。ネジ締まらんかった商品販売できへんや、なんでや、ネジがプラスチックネジがバカになってんのかな、なんかおかしいな、ああそういうことか、角度がちゃうね、さっき決めた、はい、あもう一つ後ろ何やったかな、これは感じでね、ランチャラリーね、はい、ネジ穴がもう一つ後ろやったわ、こんなんをね売ろうかなと。でまあ模型屋さんでね、なかなかこんなん日本では手に入らへん、すごいレアなやつやねんけどね、まあ、それがね、本来通販で売るのはいいんやけど、なかなかこんなんは好きな人じゃないと買ってくれへん。で買っちゅって、その好きな人が本当にコレクターがどこまでおんのかやったら分からんもんやからね、だから日本ではなかなかねうまく商売に結びつけようのは難しいよ。でも本当に好きな人ってね、こういうの探してるから、なんかね、こういうのはねいっぱいあるんで、また販売しようかなとは思ってんねんけどね。これランチャラリー。これルノーサンクタープね。で、ルノーサンクタープもね、1981年のモンテカルロラリーね。この2台今、まあ、向かいから持ってきたんやけど、もっといっぱいあるのよ。多分1000台ぐらいあるから、1000台ぐらいあって1台、3000円で売って、30万、300万。300万ぐらいか。うん。1台1枚だと1000万ぐらいになるよね。まあ、仕入れ全部でね、500万円分ぐらいしてね、仙台ないかな、言い過ぎかな、ぐらいあんのよ、結構。うん。だから、多分500万、もうちょい仕入れたかな、仕入れた。毎月何十万とか、下手したら毎月100万とか仕入れた月もあったしね。だからもうその時に履いてるから、あの時はまあまあ儲けさせてもらいました。だって、こんな1台1万5千円とか2万とかで落札されとったからね、ヤフオク出して。とかあったし、で落札だけじゃなく店頭販売もしてたし、別で通販もやってたしね、だからそんなんもやってたからねんけど、今はもうちょっと下がってるけど、それでも買った値段より損はせえへんのちゃうかな、てかもう十分元取れてるからね、在庫放出でいいねんけど。あとプラモデルもね、初版のレアなプラモデルとかもいっぱい500万、あんなもんも作ることないしね、売っちゃうかな。でそれだけで商売成り立つと思う。ただまああるもんがなくなったら終わってまうから、その元手でまた次何かを仕入れて売る、何かを仕入れて売る、背取りっていうやつね、それやっていこうかな。まあ自営でやる方がいいかな、もう YouTube だけで食ってくるしんどいしね、そうやって商売始めようかなと思って、今ちょっとファローは行ってきてんけど、仕事がなかったから、そんな感じで今思ってんの。まあそんなこんなでね、ちょっと商売始めていこうと思うんで、それである程度スロットカーで資金を稼げたら、その資金使って何か商売するんで、その時はねみんなのちょっとね、って思うもんでも仕入れて売ろうかなとか、あとはパワーストーンブレスも
作って売ろうかなとかいろんなこと考えてるんでね、また商売始めたらみんなに告知するんで、ぜひその時よかったら買ってください。はい、ということで今日のあっちゃんのソレタイムこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。今日のあっちゃんのソレタイム、ちょっと商売絡みのお話でした。よかったよと思ったら高評価、応援、コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。そしてあっちゃんからの商売、なんか物を売るのにね、こんなんあったら、こんなん仕入れてよ、買いたいわってなったら、もしリクエストください。またそんなんあったら探していきます。では、またね、バイバイ。なんか商売ちゃんとね、食うのが苦しい。